ゲートの実装例、ビリヤードボールコンピュータは、ボールの力学的な運動をもとにした、化学計算モデルである。エドワード・フレド・キント・トマソとホリによって1982年に、提案された。エレクトロニクスによるコンピュータが、電流電圧により、情報を伝達し、またいわゆる濃度素子を利用して、論理演算を行うのに対し、ビリヤードボールコンピュータでは摩擦のない理想的な、 ビリヤードボールの完成による等速直線運動と完全弾性衝突による反発が情報を運び論理演算を行う。可逆計算を考察する上で有用なモデルの一つである。ビリヤードボールコンピュータは摩擦のない理想的なビリヤードボールの完成による等速直線運動と完全弾性衝突による反発が情報を運び論理演算を行う。論理回路は次のように構成する。 ボールの通る道筋が回路に当たり、回線上の信号はボールがその場に存在するかどうかで表される。論理ゲートはボールの道筋の衝突する交点になる。特に箱やパイプを適切に配置することでトホリゲートを作ることができ、これを使って他のどのような可逆論理ゲートも構成することができる。つまり、適切に設計すれば、 どのような計算でもビリヤードボールコンピュータ上で行うことができる。ビリヤードボールコンピュータはチューリング完全である。したがって一見単純そうではあるけれども複雑なコンピュータではある地点をボールが通過することが起こり得るか起こり得ないかは決定不能かもしれない。セルオートマトン上でビリヤードボールコンピュータをシミュレートすることができる。シミュレーションを行うことのできるのは ブロックセルオートマトンや二次、セルオートマトンと分類されるもので、まとめて、可逆セルオートマトンと呼ばれる。このシミュレータ下では、ボールは一定のスピードで常に軸に平行に進む。ボールや論理ゲートはそれぞれに対応したパターンの生きた、セルとして配置され、それらが死んだ空のセルの間を移動することで計算を、進める。以下は似た原理を利用するものに関してであるが、必ずしも可逆ではない。 南米月ガニ神戸大学と西イングランド大学の研究でビリヤードボールの代わりにカニを使って論理ゲートを実現したというものがある。実験に使われたカニはイリオモテ島に生息する南米月ガニの仲間で英語で兵隊ガニと呼ばれ群れて同じ方向に移動する習性がある。群れがぶつかり合流した時方向が一定に定まることを利用して論理演算を行うことができる。 仕切りで作った交差点に群れを同時に追い立てることで計算を実行する。演算の結果は、カニが交差点の先のどの終端にたどり着いたかでわかる。マインクラフトのようなサンドボックスゲームやスーパーマリオメーカーのようなゲームマップコンストラクションソフト等の世界内に論理演算などを実装する際にゲーム内でのオブジェクトの衝突など、 ビリヤードボールコンピュータに似た原理が利用される。ありがとうございます。